ホームチャンネル。はい、今日は台北にあるこちらのエンジェルホステルという、安い宿ですねを紹介したいと思います。まず外見がこんな感じで、道沿いからだとちょっと分かりにくいんですよ。あのホテルの入り口だけの写真は見ていたのですが、そのイメージで来ると見つからないと思います。入りますと、このビルのこの入ってるテナントみたいな名前がずっと入ってまして、あそこがホテルの受付入り口になります。2階ですね。ずっとこんな感じで歩いて、今これエスカレーター止まっちゃってるんですけども、階段で歩いて上がります。でここは中高生ですかね、なんかやたらいろんな、上から下からめちゃくちゃ学生っぽいのが入ってきてはあちらから出ていく感じですね。ここに学校が入ってるのかな、それとも単なるこう通り抜けに近道でこれをこのビルが使われてるのかちょっとよくわかんないです。ではここが入り口です。から入りまして、ここがフロント受付になります。でチェックインをしますと、まあ、たまたまなのかマニュアルか分かりませんが、この受付のフロントのスタッフの方が施設というかこの説明をですねしてくれます。まず Wi-Fi があるということと、各部屋にはこのルームキーのカードが必要でかざしてくださいということですね。でここがシャワーですね、男性のシャワー洗面所。そしてここがですね、一応軽い冷蔵庫とかキッチンが入ってるんですけども、何かを焼いて料理をするというキッチンではありません。でトイレがですね、ここの宿はちょっと残念で、一回これまた廊下に出なきゃならないです。これはもうここの廊下は完全に外側になってます。ここにまたカードキーで入る感じです。トイレこれ中に入りますと男女分かれてます。ここの入り口までは一緒です。でここからまたカードキーが必要で入る感じになります。なので夜中にトイレに行きたくなったりした時はカードを忘れちゃうとトイレに行けないっていうことですね。でここは共有スペースです。何かテイクアウトして持ってきたものをここで食べたりするんですけども、狭いです。この広角のカメラで撮ってるとちょっと広く見えますけど、かなり狭いです。ここが僕の部屋なんですけども、今夜なんですけども、こんな感じで、まあ、かなり暗くて、今これ電気ついてるのでまだいいですけども、次また昼の映像を電気なしでお見せしますけども、かなり暗いです。2段ベッドのゲストハウス、安い宿とかは多いんですけども、ここはですね、3段になってます。でここちょっと暗くなっちゃいますけども、かなり暗がりの階段は上がっています。で一番上が僕のベッドですね。こんな感じ、もう上はすぐ手を伸ばせば天井です。かなりまあ天井の高い部屋ですけど、これが昼間の感じなんですけども、
まあ、お約束のこの11時以降は静かにしてくださいとかいう注意書きがありまして、こんな感じになってます。かなり天井は高いです。でこんな感じ、今ここは人がいないんですけど、2段目で一番上があるって感じですね。でここから階段登っていくのですが、こんな感じで暗く狭いです。あのスーツケースとかある方は下に置いとかないとダメですね。上までは持ってこれないと思います。一応これセキュリティのボックスがあります。でコンセント関係も一応あります。 USB も使えます。で天井はもうこんな感じで、冷房がですね、あの一番上のベッドは直当たるのでかなり寒いと思います。もうライトの方は下ですからね、こんな感じで。でチェックアウトが12時、チェックインが昼3時からということですね。で部屋での飲食とかは禁止ということです。受付のスタッフは、男性スタッフも女性スタッフも普通にいい感じでした。じゃあ歯ブラシとかもない方はここでも買えます。こんな感じ、ちょっとディスプレイもおしゃれっぽくされています。入り口からぐーっと入ってきますと、ここが僕の部屋の入り口。パソコンも一応2台あります。何かの調べ物ができます。でテレビがずっとここに流されていまして、でずっと奥行って、ここちょっと入れないですけども、突き当たりの右は女性用のシャワー洗面所ですね。この右ですね。でぐーっと来て、ここが冷蔵庫、さっきの一応こう、まあ、カップラーメンとコーヒー、紅茶、あとは電子レンジで温め直しぐらいのキッチンですかね。一応15台湾ドルでこのコーヒーとかが飲めます。まあ、チップという形で、厳密にはこう払ってくださいって感じじゃないんですけども、コーヒーとかは表示されてます。でここは乾燥機ですね。乾燥機が10分10ですね。でここを出るとさっきのトイレ、あれ鍵開けてもらってますね。多分カードキーを忘れちゃったと思います。ここから先は、洗面所、シャワー室になってまして、3個ですね。 1,2,3 で、こんな感じでシャンプーとコンディショナー一応ついてます。でドライヤーもついてます。で洗面台も4つありますね。かなり水が飛び跳ねる感じのこの洗面台です。でここは洗濯機1台ですね。30ですね。30で1回洗濯ができます。で夜の12時前にお会いしてくれみたいなことは書いてありますね。ちょっと正直シャワー室はこの映像よりも汚い感じがします。そして、洗濯機の順番待ち、僕はちょっと洗濯することはなかったんですけども、あの洗濯したい方は結構1台だと大変だと思います。はい、以上が台北にあるエンジェルホステルの紹介でした。ありがとうございました。